岩さん、お腹がちょっと見えちゃってるけど大丈夫ですか？え冷たいね。お腹それ背中だよ。お腹はこっち。関係ないのか。お腹は見えないの？着てないの、まさか。着てないのよ。着てます、着てます。シャツ着てます。お腹じゃない、下着だってば。いや、岩井の、今、ミンチさんが来て、自分で引っ張ってる。失礼しました。何もしない。ごちごちになっちゃいましたね。
ご飯食べるのもしお給します？では、重くなりましょう。で、そんなにどんどんやってギューッ、そうすると頭が後ろに持ち上がっていく。さっきやりましたよね、胸を下にやると、はい、うん、頭は私に任せる。そうそう、もう少し動き出してね。そうで、胸離してね、頭が相変わらず動く。
くり立ててくれて、だんだん面倒しますと頭が止まりやすくなります。だいぶ良くなったでしょ。いらっしゃいまして、両手を合わせて、首は楽な感じを保ったまま横向きになって座っていました。どんな感じですか？それが分からない。何もしない。いいでしょ。はい、ゆっくり立ち上がって歩いてみてください。どんな感じですか？なんかすごい、ちょっと軽くなった感じ。はい。置いておきましょう。ありがとう。